And just a quick reminder today to please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation.今日のゲーム注目の試合を迎えました。果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか。世界が注目する一戦です。この時間はガスマントラーズ対リファーレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。鹿島アントラーズ対リファーレン長崎、サイド紹介です。右のエンドを守るのは長崎、そして左にエンドを取ります鹿島アントラーズ。上田からアダマトラオレ、秋野、沢田、エジガルジュニオからトクラ、通るのかこのパス、トクラから沢田、どうだ、コナテ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。背後へ裏を狙っていきますと呼んでいた。スペースにいいボール出たんですけどね。さあこの序盤両チームともまだシュートはありません。トクラ、ここはつながりません。ザンボアンギサ、上田、富安へ、ベッカム、このパス回し、さあフリーだ、シュート、ベッカム正確なキックを持っています。曲がっていいボール入りますからね。前線にボールを送ります。秋野、長崎は前半ここまでまだこれといったシーンはありません。エジガルジュニオからトクラ、これ仕掛けるか、アダマトラオレへのボール、ここでファールがありました。クイックできました。ベッカムから右サイド、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。スペースへチャンス、どうだ、シュート、ゴールオンクロス。ポーランド、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないですよね。先制ゴールが決まりました。1対0、先制点が奪えるとチームとしてもやっぱり余裕が出ますよね、はい、そこからまたいいプレーが生まれてくると思いますし、さらに追加点にもつなげていきたいですよね。そうですね。コーチーニョから上田、上田よく止めた。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。
このピンチでしたがナイスセーブ。ボールはクリア。秋野、ここはカットします。エディガルジュニオ、沢田からトクラ、トクラからエディガルジュニオ、トクラ、大竹、さあ左サイドへ沢田、ベッカム、ファウルですかね。エジガルジュニオへ、硬い守備を見せます。カイオ、スルーパス抜けてくる。これはつながりませんでした。いや、少しいい形になりかけたんですけどね。さあシュートレンジだ。秋野、大竹、ボールを奪いに行きます。トクラ、沢田、抜けてくる、右サイドへ振って沢田、さあトクラ、ここで前を向けるか。ここは対応します。上田、右サイド上がる、これは合いません。ここで前半が終了しました。前半から得点が動いています。長崎、1点を追う形で後半に向かいます。守備をしながらやはり点を取りに行く、追加点を取られてしまう。カシマアントラーズ対リファーレン長崎、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。長崎としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。大きくサイドチェンジ、いや逆サイドよく見えてますよね。こういう展開を繰り返すことでミドルからアタッキングサード中央に対してスペースを作りやすくなる役割がありますからね。ギリギリのプレー、対応、対応せざるから右へ高橋、裏のスペースを狙う、いいボールだ。大竹から高橋、上げてくる、守備陣クリアの対応です。オフサイドです。太陽、大竹、スペースを使う、ザンボアンギサ、さあ右へ預けて、ベッカム。長崎はここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、スコアも1点差ですからね。もっと積極的に打っていってもいいんじゃないでしょうかね。後半始まってからまだ間もないので主導権を握る意味でもシュートで割ることを大事にしたいですよね。鹿島は3本目のコーナーキック、沢田、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。The attendance for this match was 72,306. Zambo Anguissa. Coutinho. The ball up.
エジガルジュニオから右サイド、ここはつながりません。クプレージャ、ポーランドから上田、上田から右へ。長崎としてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。右サイドへ振って、カイオセザールから大竹、大竹からエジガルジュニオ、カイオ、カイオセザールから右へ、高橋へ。おお、これいいですよ。オフサイドです。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。長崎としてはなかなかボールを前に運べない状態になってますよね。Substitution on the field. Number 11.Number 23, Philippe Coutinho. Coming on the field. Number 10. Space を狙う。2人。ここはカットします。トップで収まればね、シュートまで行けたコンビでしたけどね。Substitution in progress.カイオ。イバルボからエジガルジュニオ。イバルボ。対応します。これは笛はありません。ここは読んでいました。自分で行く、ここで受ける、どうだ。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。このボールをインターセプト、フリーで受けた。カイオ奪います。ウクレージャ、ウクレージャ、攻撃面でも貢献のできる選手です。エジガルジュニオへ、イバルボ、エジガルジュニオ、クリスティアーノ、スペースを狙って、シュート、防いだ。チャンスのシーンでしたが、同点に追いつくことはできませんでした。これはチームにとって非常に大きなセーブになりましたよね。決まっていれば同点でしたからね。ファインセーブを見せました。積極的な守備を見せます。これはクリア、クリア。このピンチをなんとか出します。クロスを入れる。鹿島はあわやというシーンです。シュート、シュートまで行きましたが、ボールは惜しくも枠の外。スペースへ、これはどうだ、抜ければチャンス。この後ですよね。しっかりと切り替えたいところですよね。さあ、カウンターのチャンスになります。もったいなかったですね。諦めてませんよね。フグレージャからホーランド、抜けてくる、狙えるか、シュート、決まった。追加点、決定的なゴールになるのか。上田、チェックを受けていましたが、しっかり決めてきました。いやー、寄せられてましたけど、しっかり決めてきました。ここで笛です。2対0、長崎敗れました。これは残念でしょう。北澤さん、
今日の試合ですがどうご覧になりましたか。長崎としては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしなかったですよね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、もったいないですよね。今日はちょっと残念ですよね。そうですね。ありがとうございます。さあ、放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が2対0で敗れています。Today, the players are being escorted by boys from a local team in this city.
このゲーム条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はビファーレン長崎対ユベントス、こちらをご覧いただきます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。ビファーレン長崎対ユベントス。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたらどうです。北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。ファインセーブを見せました。アセンシオ、左上がっていきます。これは合いません。高橋、いけるか。高橋の切り替えも早いですよ。上げてくる、どうだ。危ない、クリア。このピンチをなんとか出します。秋野からエジガルジュニオ、大竹、これは奪い返します。ポールのここのパス、これはファールではなかったようです。お、これいいですよ。このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。長崎はコーナーキック2本目。アセンシオからイブラヒモビッチ、大竹、大竹、裏を狙う、クアドラード、ここはカットします。ポグバ、パスでつないで攻め込んでいきます。イブラヒモビッチからフィリッポ・インザーギ、フィリッポ・インザーギから右へ、ここは対応します。ここはつながりません。アセンシオからイブラヒモビッチ、さあフィリッポ・インザーギ来た、これはシュート、いやー、先制、ユベントス。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。さあユベントス先制ゴールを決めました。1対0、これで主導権を握れますからね、はい、この後のゲームプランも立てやすくなりますし、チームにとっても大きな1点ですよね。そうですね。秋野、ここはカットします。イバルボからエジガルジュニオ、スペースを使う、仕掛けるか、シュート、抑え、またすぐ同点です。北澤さん、これは、いや、この点決められた後相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。落ち着いてセカンドボールを流し込みましたよね。とっさのプレーですけど落ち着いて決めてきましたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。失点した後なんですけどね、よく気持ち切り替えて取り返しましたよね、はい、チームの強さを見せましたよね。奥井、澤田へ、さあユベントスボールです。から左へ、アセンシオ、イブラヒモビッチ、
インザーギスペースを狙った、ちょっと伸びてしまいました。硬い守備を見せます。澤田スピード上がってきますよ。遠藤ここは読んでいました。ベッラッティアセンシオこれは合いません。イバルドから右サイド大竹に渡る。さあエズガルジュニオ、取らないですね。イブラヒモビッチに渡る。奥井流れを止めます。イブラヒモビッチ裏へ出るか、飛び出した、打つか、エジガルジュニオ、さあ左サイドへ、澤田へ、ここは繋がりません。さあ左へ預けて、おいい形ですよ。中折り返した、ここはディフェンスの対応、ヘッドだ、これはオフサイドです。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。見応えのある好ゲームです。さあ北澤さん、ここまでについて何かございますか。長崎としては前半でよく追いつきましたしね、どんな状況においても巡ってきたチャンスをものにできる得点力、これはチームとしても強みですよね。ビファーレン長崎対ユベントス、前半は1対1の同点で終了しています。さあ後半キックオフです。長崎としてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。フィリッポ・インザーギからアダマ・トラオレ、さあカウンタースピードを上げたいところ、イバルボ裏を狙っていきます、どうだ、さあエズガル・ジュニオ、わっと1対1対1、いい反応、いい反応でしたね。北澤さん、よく止めましたよね。いい反応でしたよね。ユベントス今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね、まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。ヘディングフィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。長崎はボールをキープしながら攻めるというのが特徴なんですが、ポイントはどのあたりにあるんでしょうか。ポゼッションを高めると主導権を握れますからね、はい、自分たちがボールを持って相手の守備が崩れるのを待ってチャンスにつなげるのが特徴ですよね。なるほど、そうなるとやはり選手のテクニック、これ当然必要になってきますよね。そうなんですよね。ただボールを出すんじゃなくて次のプレーがしやすい位置にパスを出すんですよね。なるほど、こういう細かいところの選手同士の呼吸が大事になりますよね。テクニックだけではないチームの連携が大事ということなんですね。これは届くか、さあシュート、クロス入れてくる、笠原しっかりと抑えました。これは積極的なチェック、いいプレッシャーです。長崎カウンターを仕掛けていきます。さあエズガルジュニオ抜けた、差し込む、シュートまでいけるか、シュート、デヘア、トラオレ、The attendance for this match was 70,987. フィリッポ・インザーギからアダマ・トラオレ、この位置で受ける、アキノこのボールに触ります。イバルボからエジガル・ジュニオ、
スルーパスを狙う。飛び出した。いいでしょ、ポジション切り替え。太陽、これはファールです。Substitution on the field. Number 20. メンバー交代があるようです。Coming on to replace him is number 7. Substitution. セルヒオ・ラモス、このボールをカットします。絶好の位置。ここで受けて。ボールが上がる。止めてきた。キーパー止めた。セカンド拾えるか。見事なクロスからのシュートでしたが、これは決まりません。最後崩されましたよね。突破されて、それでも守りきれてないですよね。今の沢田からイバルボ、裏のスペースを狙うと呼んでいた。長崎が交代の枠はまだ2つ残しています。エジガルジュニオからイバルボ。ユベントスとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね。はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね。はい、ベラッティ、デパイ、セルヒオ・ラモス、これは合いません。イバルボへ、エジガルジュニオ、さあデパイ、このボールをインターセプト。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。エジガルジュニオ、前開いた、シュート、勝ち越し、長崎ゲームをひっくり返します。素晴らしいゴール、一瞬のチャンスをしっかりものにしました。そうですね、いい位置でシュートを打てましたよね。ディフェンスとしてはちょっと対応遅れてしまったので、シュートコースを空いてしまいましたね。まあこういう決定機をしっかり決めるあたりが素晴らしいですよね。さあ長崎、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。いや、この残り時間も少なくなってきている状況でよく決めましたよね。この得点した後、落ち着いてプレーしたいですよね。はい、さあデパイ、ボール入るか、クリアです。ここはすぐ奪い返します。大きく前線へ、ポグバから左サイド、おっとこぼれ球、シュート、止めた。さあこぼれた、追いつけるか、上げる、中央へ、イブラヒモビッチ、頭まで合わせましたがこのシュートは決まりません。前線出てくる人数が多いですよね。イブラヒモビッチが高さを生かしたヘディングを見せました。さあデパイ、上です。2対1、見事な勝利です。そしてこの結果、条件達成となります。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。素晴らしい勝利でしたね。勝って突破を決めるという選手にとっても監督にとっても最高の結果になったんじゃないですかね。はい、そうですね。さあ、そろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎がこのゲームで目標を達成です。
Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation.
Hello everybody and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation.この時間はフィレンツェ対リファーレンの試合、こちらの試合を楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。フィレンツェ対ヴィファーレン長崎。長崎は今日は強豪と呼ばれるチームとのマッチになります。まあおそらく予想しているよりもさらに1枚2枚相手は上手に来ますから ねシュート来た先制。美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。この時間に先制に成功です。いや非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので気を引き締めたいですよね。そうですね。さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。シャビからロビー・キーン、これはチャンス。エディガル・ジュニオ。長崎この前半序盤で1点失う状況について北澤さんどうご覧になります？そうですね、やはり立ち上がり先制されてしまいますとね、どうしても相手に余裕を与えてしまいますからね。でもまだ全然焦る時間帯じゃないですからね、じっくりいけばいいと思いますけどね。フィレンツェはここクリアで難を逃れます。奥井一旦戻します。大竹スペースへ、いいボールでしょ。高橋へ、おいい形ですよ。高橋からのシュート、触る。このパスがつながります。長崎としてはここはまだリスクを冒す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。澤田、秋野からイバルバ、これは合いません。フィレンツェカウンターを仕掛けていきます。ロビー・キーン、おーこれいいですよ。奪い返します。これはチャンスだ。さあシュートまでいけるか。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。澤田、ロドリ、このボールに触ります。アラバ、太陽、うまいインターセプトを見せます。スルーパスを出す。
フィジカルジュニア、ロドリ、一呼吸を置きます。キーパーから前線へ、ロビー・キーン、ファールありません。イバロボから左へ、いいボール入りますよ。サバダへ上がる、ちょっと触る、このボールをインターセプト。さあカウンターのチャンスになります。奪います、デブライン、デブライネからパバール、これはどうだ、これは相手選手にリフレクション、コーナーになります。フィレンツェとしては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。頭だ、ゲット、追加点が決まりました。これで差は2点。ディフェンスにとってはちょっとアンラッキーな失点になってしまいました。さらにシュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。大竹、カイオセザールから高橋、ペースを狙う、もっといいボールでしょ、高橋へクロスを上げる、スルーパスを狙う、ボールがつながる、自分で持っていく、ここで丁寧にコントロール、シュート、大竹、ここもしっかりディフェンスしました。ここで前半の45分が終了しました。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。まあ、よく一般的に言われるのは、印象が怖いところもありますからね。まあ、ゲームをこう終わらせたい、3点目はどうというですよね。フィレンツェ対ビファーレン長崎、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半です。リードはされてますけど、後半の早い時間帯で1点返すような展開になると一気に波に乗れますよね。まずは1点返していきたいですよね。奥井、高橋、大竹、太陽へ、ここは繋がりません。太陽、さあエジガルジュニオ、イバルボへ、さあ左サイドへ、ここで受けて足元のクロス、シュート、さらにいった、大竹、シュートまで行きましたが、ボールは惜しくも枠の外、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。チャンス、このパスをエジガルジュニオ、ボールを奪ってしっかりフィニッシュまで持ち込んでいきました。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。決定的なチャンスだっただけに、ここは決めておきたかったと思いますけどもね。ロドリ、ビエラからシャービー、さあチャンス、ふわっとしたボール、低いボール、フィレンツェとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんですよね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いです。シュート、The attendance for this match was 71,550. 右へ取れました。シュートコースは悪くなかったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。
ジョール流れを止めます。縦にボールをつなぎます。裏を狙う、さあ抜けた、シュート、笠原のセーブ。ここはシンプルにクリアします。沢田からイバルボ、さあエジガルジュニオ、さあ右へ預けて大竹に渡る。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。来た、これは拾いたい。さあここでカウンター、堅い守備を見せます。これは届くか、抜けてくる、高橋、フィレンツェ、これはスローイン、両チーム同じタイミングで動いてきます。同時に2人の選手が入れ替わります。これはなかなかこじ開けられない。スルーパス、シュート、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはり少しスペースに出したボールがね、非常に効果的ですよね。スピードアップしたいですよ。ここは裏のスペースを狙う。さあボールはメルテンスへ、裏を狙っていきます。いけるか、シュート、攻めてきた、決まった、追加点、これで3ゴール差になります。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。おそらくこのセカンドボールを予想してポジショニングを取ってましたよね。フィニッシュもついてましたよね。デアラスカエタ、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。これは奪い返します。さあカウンターを仕掛けます。飛び出した、クリスティアーノ、ここからカウンター早いでしょ。これは合いません。ビエラ、ここはすぐ奪い返します。シュート、このボールはちょっと勢いが足りませんでした。クリスティアーノ、クリスティアーノからイバルボ、イバルボからカイオセザール、デアラスカエト、これはファールを取られました。長崎は選手を変えるようです。ここは繋がりません。どうだ、シュート、いや、追加点、どこまで点差を広げるんでしょうか。フェイントを入れてシュート、ゴールでした。ディフェンダーを揺さぶってコースを開ける、そこにすかさずシュートを打ってきますからね。笛です。4対0、このゲーム敗れました。
そして合格決定という無念の結果になってしまいました。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？長崎としては残念な結果になってしまいましたよね。とはいえまた挽回できるチャンスはあるので、しっかりトレーニングを積んでレベルアップしてまたチャレンジしてほしいですね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。長崎は残念ながら降格となります。
Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation.スペインリーグこの時間はビバーレ長崎対ルブレナス、こちらの一戦をお届けいたします。イーストボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元シュート先制長崎。前半まだ始まったところ来ましたね。立ち上がりからこのコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。ちょっとあれはノーチャンスでしたかね。枠ギリギリを狙ったいいシュートですよね。After 1 minute is number 7さあ長崎この早い段階で先制しました。この立ち上がりからゲーム動きましたよね。いい時間帯に1点取れたのでこれは主導権握りますよね、はい、この勢いでもう1点いけるといいですよね。アドリア・ペドロサ一呼吸を置きます。キーパーからロングボール、イバルボからクリスティアーノ、足元大事に行きます。さあ打てるか、これは奪い返します。これはこのセカンドボールはハビブワード、スペースを使う、おっと響き、カイオ、ここはカットします。厳しくチェックします。これはファールを取られました。ラウルでトマス、ここで前を向けるか、いいボールですね。お、いい形ですよ。中央へ響き、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ボールが迫る、大竹ロングボールで展開、チャンス超えた。ここはディフェンスの対応、このボールをカットします。スルーパス、どうだ、この位置で受ける、大竹これは合いません。バレからアーチのようなパス、ここは読んでいました。ロングボールを縦に送るクリスティアーノ、アキノ出るか、さあ抜けた、これを読んでいた。トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどもね。自分で行く、いいボールだ。アドリア・ペドロサ、彼のオーバーラップは攻撃のアクセントになります。クリスティアーノ、さあイバルボ、イバルボから澤田、
ここ来ましたよ。来た。インサイド上がっていく。これは笛はありません。クリスティアーノからイバルボ、チャンス、さあチャンス、シュート、うーん、ポストの左です。まあこのシュート枠は捉えてないんですけども、非常に精度の高いシュートですよね。ディフェンス、秋野、さあ左サイドへ、ここはつながりません。ジャンヘル・エレーラ、長崎はボールをキープしながら攻めるというのが特徴なんですが、ポイントはどのあたりにあるでしょうか。ポゼッションを高めると主導権を握れますからね、はい、自分たちがボールを持って相手の守備が崩れるのを待ってチャンスにつなげるのが特徴でしょうね。なるほど、そうなるとやはり選手のテクニック、これ当然必要になってきますよね。そうなんですよね。ただボールを出すんじゃなくて、次のプレーがしやすい位置にパスを出すんですよね。なるほど、こういう細かいところの選手同士の呼吸が大事になりますよね。あ、テクニックだけではないチームの連携が大事ということなんですね。澤田、このボールをインターセプト、イバルボ、今日ワンアシストです。さあ右へ預けて、クリスティアーノから大竹、これ仕掛けるか、抜けてくる、シュート、いや追加点、長崎、さあさらに点差が開いています。空いたスペースを見逃さず決定機をものにしました。いやパスのもらい方も良かったですし、ディフェンディングもいいところにいましたね。シュートの瞬間もキーパーの位置をしっかり見て冷静に流し込んだ、いいゴールだったんじゃないですかね。さあ長崎、得点を重ね2対0という展開。長崎としてはこれでゲームの主導権を握れますよね。この後相手は積極的に来ると思うんですけども、一つの失点で流れが変わってしまうので、ディフェンスは気を引き締めたいですよね。そうですよね。体を張ります。ここでファールがありました。さあこのフリーキック、ここで1点返せるか。直接セカンド拾えるか、中央へヘッドだ、と詰めている、防ぐ、まあクリアが精一杯ですよね。このボールに触ります。 There will be 抜けてくる、クロスを上げる、富澤、ここは抑えました。イバルボ、大竹、これは届くか、これはどうだ、自分で行く。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。まあ、ぜひ一般的に言われるのは、ニーチャドは怖いところでもありますからね。今ゲームを終わらせたい3点目のところですね。スペインリーグ、ビファーレン長崎対リュブレガト、長崎が2点を先取して折り返します。さあ後半スタートです。
もう一つ前に行きたい。抜けた。倍返します。絶好の位置。どうだ。こう枚数いたんですけどもね。パスを狙う。ボールがつながる。大竹細かくパスをつないで攻め込んでいきます。イバルボから左サイド渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。自分で行く。ボールを離しません。クリスティアン、先ほどから厳しい予選にあっています。いや相手にとっては要注意の選手ですからね。今日は彼を中心にパスが回ってますし、アシストもありましたからね。カウンターでしょ。裏へ届くかと呼んでいた。フェルナンド・カレロ、ビダル、ヨブレガ、ここでファールをもらいます。サイド上がっていく。ビダ一旦戻します。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。長崎としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今はすぐに設置して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。太陽素早いパスで攻め上がっていきます。バレ、セットを見せます。スペースへ流れを止めます。フェルナンド・カレロ、ヤンヘル・エレーラ、ハビブワード、うまいですね。仕掛けるか。柔らかいパス抜けてくる。沢田スピード上がってきますよ。イバルボから左へ。いいボールですよ。沢田自分で行く。沢田頭で来た。いや見事なクロスからのシュートでしたが、これは決まりません。サイド崩されましたよね。突破されて中央も守りきれてないですよね。今のはサブスタチューション。ヨブレガとメンバーチェンジをします。2人の選手を入れ替えます。Substitution on the field. Number 19. Number 7. Number 10. Coming on the field. アレックス・ビダルからアドリアン。Number 18. Number 27. カト。Number 13. さあ左へ預けて。クリア。このピンチをなんとか出します。裏へのスルーパス、いけるか。旗は上がっていません。加藤、大竹、どうだ。トクラ果敢にスライディング。ヨブレガとカウンターを仕掛けます。柔らかいボール、これは合いません。加藤、ここは奪います。
ここはつながりません。ビダル、ヤンヘル・エレーラ、ここもしっかりディフェンスしました。アドリアン、スペースを狙う、おっといいボールでしょ。この位置で受ける、撫でるようなボールタッチ、バレ、ビダル、これは合いません。バレ、中に戻す、長崎がここでファウルを取られます。アドリアン、ヤンヘル・エレー、さあ繋がるか、いいとこありますよ、いい展開ですね、上げてきた、長崎はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。危ない、これは積極的なチェック、笛です。2対0、長崎素晴らしい勝利です。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。長崎としては前半からしっかり2点を奪っていけたのは、その後の試合運びがしやすくなるといった意味でも非常に大きかったですよね。失点もありませんでしたし、納得のいく試合だったんじゃないですかね。 そうですね。さあそろそろお別れの時が来ました。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。スペインリーグ、長崎が2対0で見事勝利しています。
And just a quick reminder today to please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation.この時間はビファーレン長崎対ロアッソ熊本、こちらの一戦をお届けいたします。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。ビファーレン長崎対ロアッソ熊本、このゲームはなんとあのロマーリオが出場しています。彼はまさにゴールを決めるために生まれてきた男と言えるんですよね。いやー、ロマーリオ来ちゃいましたね。いや、来ましたよ。そうですね、まさにゴールに対する究極の嗅覚を持つストライカーでしたね、はい、どんなに相手がしっかり守っていてもテクニック、スピード、そしてアイデア駆使、いとも簡単にゴールを決めてしまいますからね。そうそう、なシュート拾い込んでくる。いやー、先制長崎。イバルボ、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。こういうゴールを決めるにはやっぱり次のプレーの予測とかポジショニングが重要になってきます。シュート、触れた。ロマーリオ、素晴らしいグランダ製のシュート。このピンチでしたがナイスセーブ。このファーストハーフ、最初のコーナーキックは熊本クリア。このピンチをなんとか出します。熊本ボール、さあロマーリオと呼んでいた。ベースへ、ここはつながりません。アスピリクエタ、長崎はこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。序盤でリードできたのは大きいですよね。ここからさらに動きが良くなるんじゃないですかね。ロマーリオからアレサンドレパート、抜けてくる。これは合いません。アザール、チアゴシンバからターテへのボール、大竹からエジガルジュニオ、マキナ、このボールをカットします。抜けてくる。さあロマーリオ、ここで同点に追いつきます。これは熱い一発になりましたよね。今のゴールですが中盤で奪ってからの展開でしたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。いや、これは面白くなってきましたよね、はい、この1点を争う攻防はスタジアムも盛り上がりますよね。そうですね、ここはつながりません。さあ左サイドへ、もう一度裏を狙っていきます。いいでしょう、沢田、これは届くか。インターセプト、このパスはシュート。
高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。まあ相手に隙があったとはいえ、そこをうまく狙ってしっかりシュートまで持っていきましたよね。いい攻撃の形だったと思いますよ。リバルボーへのボール、いけるか。これを読んでいた。コーチーニョ、裏へ届くか。アザール、おお、これいいですよ。インターセプト、ミツカルジュニア、澤田、スペースを使う。アスピリクエタ、流れを止めます。キーパーからのロングフィード、このボールに触ります。このパスを防ぎます。コーチーニボールの角度のパス、あっというボールでしょ。さあ一気にカウンター、スペースを狙った。大竹に渡る。大竹、体を張ったプレー。久保、スペースを狙う。さあロマーリオ、とこれは加藤、さあ右へ預けて、エジガルジュニオ、牧野、ここは読んでいました。柔らかいパス、このパスはキーパーへ。パスを出したんですが追いつけませんでした。マティッチから左サイド、コーチーニョへ。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。前半を終え、今のところ同点という状況です。お互いの持ち味を発揮した45分間ですね。見どころも非常に多かったですし、後半も期待できると思いますよ。ビファーレン長崎対ロワッソ熊本、1対1の同点で前半を折り返します。キックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。アザールからロマーリオ、体を張ります。長崎はボールを持ってポゼッションを高くするという戦術なんですが、どのあたり注目なんでしょうか。そうですね、こっちがボールを持っていると相手も我慢できずに奪いに来るので、その瞬間攻撃のスイッチをどこで入れるのか注目したいですよね。なるほど、これはシュート、いやー、よく止めましたよね。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。キーパー素晴らしいセーブでした。これは合いません。高橋から右へ、オフサイドですね。大竹からのスルーパスは通りませんでした。マティッチ、牧野へ、スペースへ、さあ打てるか。ボックス内うまく対応しました。大竹、うまいインターセプトを見せます。アザールからロマーリオ、ここはつながりません。牧野からエジガルジュニオ、このボールはつながりません。エジガルジュニオからのスルーパスをカットしました。このボールをカットします。さあこのセカンドボール、久保、裏へのスルーパス、シュート、キーパー止めた。いやー、今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。これはキーパーいい反応。ボールはクリア、来たか。いやー、これはナイスセーブ。
今のは決められてもおかしくないですね。ああいうセーブですね。いや綺麗なボレーでしたけどもね。そうですね。しかしまたそれ以上に素晴らしい反応を見せたキーパーです。裏へ出るか。これは奪い返します。コウチーニュからロマーリオ、加藤、スペースを使う。アザールからのパスは通りませんでした。いいボールだ。久保、アレサンドレ・パート、やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。スルーパス、これは合いません。久保、ここはカットします。とボールはマティッチからロマーリオ、ロマーリオから左へ、コーチーニョに渡る。コーチーニョからのスルーパスをカットしました。シュートレンジです。シュート、笠原のセーブ。ここは大きくクリア、ピンチを脱します。Substitution on the field. Number 20. さあ、選手交代があるようです。Number 24. ショウ。アザールへ。Number 28. いい攻撃でしたけどもね。まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。Number 15. Number 5. Substitution. 足切り増えたから久保。自分で行く。ここは繋がりません。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。伊藤へ、伊藤、二見、これはいい守備です。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。さあイバルボ、エジカルジュニオ、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。久保、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。アレサンドロ・パトに渡る、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。伊藤へ、アレサンドレパート、There will be one minute at a time. ボールを奪いに行きます。マキノへ、そしてここで最後の笛、1対1、同点です。引き分けという結果になりました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。長崎としてはやや戦力的に不利な状況の中でね、よく機能してたと思いますよ。引き分けでありましたが、納得してもいい内容だったと思いますよ。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。
今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。1対1の同点で終了しています。Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station.
この時間はパリ・サンジェルマン対ビターレン長崎、こちらの一戦をお届けいたします。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。パリ・サンジェルマン対ビファーレン長崎。長崎は今日は強豪と呼ばれるチームとのマッチになる。頭で来た、不正だ、危ない、さらに来る、わずかに左へ揃ってきます。シュートコースは悪くなかったんですけどね、ちょっと枠に行きませんでしたね。トーレスからのロングフィード、沢田、秋野、このボールはカットされます。スルーパスを狙う、ベンラッティからのスルーパスをカットしました。長崎ボールです。ベンラッティ中央へ、キーパー直接処理しました。大竹、うまいインターセプトを見せます。ボールのこのパス、さあカウンタースピードを上げたいところ、抜けてくる、さあここでカウンター、柔らかいボール、さあフィリッポ・インザーギ、期待した位置、パリ・サンジェルマン、ここでファールをもらいます。レフリーの答えはイエローカード、審判に抗議しますが、これは認められません。まあギリギリですよね、ここを抜ければちょっと止めなきゃっていうシーンですよね。この距離十分に狙える位置です。この試合初めてのセットプレーです。そうですね、まずはこの1本目注目ですね。ビエラ、裏を狙う、どうする、シュート、ボールはクリア。いやー、よくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。エジガルジュニオからトクラ、トクラからサバダ、抜けてくる、シュート、キーパーこれよく止めましたね。素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。秋野、裏へ届くか、さあ右へ預けて、高橋、前半ここまで両チームともシュートを打っているという印象はあるんですけれども、スコアはまだ動いていません。お互い攻撃的でアグレッシブな試合を見せてくれてますよね。もう1点が入ってもおかしくない状況ですけどもね。ボケからアーチのようなパス、スペースを使う、いいボールでしょ、大竹、中央へ、頭、トクラ、クロスを頭で合わせてきました。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形じゃないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。右サイドへ振って自分で行く、来たぞ、トクラ、エジガルジュニオから大竹、
高橋、これは合いません。高橋からのパスは通りませんでした。ここは守備の対応、コケへ裏を狙っていきます。さあシュートレンジだ、シュート、いやー、先制、アリサンジェルマン。スルーパスからも見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。そうですね、こういうチャンスシーンは試合で何回も作れるものではないですからね。見事な流れでしたね。お互いのゴールへの意識が生まれてきてね。1対0先制しています。1点取ったことで試合の主導権を握れますし、自分たちのやりたいことができますよね、はい、ここからさらに追加点が、どうだ、シュート、きた、追いついた、長崎決められてから北澤さん、またすぐでしたね。いや、すごいな、動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。エジガルジュリオ、いい位置でボールを受けてのシュート、一連の流れ見事でしたね。そうですね、今のはラストパスが良かったですよね。あのタイミング、おっと、インザーギシュート、拾いたい、ボールを追っていく、仕掛けるか、どうだこのシュート、エジガルジュリオ、大竹に渡る、ロングボールで展開、いいボールだ、大竹、ボールが上がる、ヘディング、キーパーセーブ、縦にボールを送る、大竹、 There will be one minute added time. 高橋へ抜けてくる、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。さあ北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。長崎としては結果として1-1で折り返すわけですけど、失点した後すぐに取り返したのは良かったですよね。相手に流れを持っていかれませんでしたからね。パリ・サンジェルマン対ヴィファーレン長崎、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い、後半を迎えます。さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。ロベルト・カルロス、このボールをカットします。ここはつながりません。さあフェラントーレス、澤田、キンペンベ、カルバハル、ビエラへ細かくパスをつないで攻め込んでいきます。江川、スタミ、大竹、柔らかいボール、このボールに触ります。コケ、さあエジガルジュニオと、これはつながりません。ベッラッティ、インザーギ、大竹、キンペンベ、このボールをカットします。キンペンベからトーレス、アキノ、奥からエジガルジュニオ、さあ左サイドへ、エジガルジュニオから澤田、これはカット、ビエラ、ビエラからピンポインザーギ、ここは読んでいました。澤田、さあエジガルジュニオ、ビエラ、トルランへ、
コケ、さあつながるか、打つか、危ないシーンでしたがここは大きくクリア。カイオセザールから左サイド、澤田からトクラ、スペースを狙った、抜けてくる、ボールを受けて抜けてくる、チャンス来た、シュート来た、勝ち越し長崎、ゲームをひっくり返します。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールマンのイメージが共有できてますよね。エティガル・ジュリオ、今日2点目のゴールです。さあ長崎、勝利に向けて1本抜け出しました。いや、素晴らしい逆転でしたね。とはいえまだ時間があるので、これから試合が動く可能性も十分にありますよね。確かにそうですね。頭だ、見事なクロスからのシュートでしたがこれは決まりません。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出どころ、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり処理していかなければいけませんね。さあ抜けた、さあフィリッポ・インザーギー、ボール向かってきますよ。ここでファウルがありました。たまらず行ってしまいましたね。しびき、先ほどのファウルで2枚目のイエローカード、そしてレッドカードをもらっています。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。ボールが収まる、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。ロベルト・カルロス、これは合いません。後継からフィリッポ・インザーギ、インザーギに渡る、渡る、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。Substitution for Paris Saint-Germain. さあ、ここに選手交代があるようです。スローインをカットします。トルラ。Number eight. これはどうだ。来た。これは。Coming on the field. 一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。Number 16. いや、今ギリギリの勝負でしたけどもね。Number 30. これよく反応しましたよね。Substitutions taking place. 今日これが初めてのコーナーキックです。キーパーサール。ここまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。裏へ届くか、ここで受けて、積極的なディフェンス、ここはクリア、落ち着かせます。ロベルト・カルロスから大きく縦、トルランに渡る、シュート、押し込んでくる、
残ってる。もう一度。これは惜しい。このピンチでしたがナイスセーブ。長崎はあわやというシーンでしたがここはしのぎます。さあロベルト・カルロス、さあフリーだ、シュート止めた、と詰めている。このシュートは枠を捉えきれません。Two added minutes has been indicated. Today, あと少しで北澤さん、勝ちを収めることができますね。そうですね。自分たちより上に位置するチーム相手に対してここまでの結果ですからね。このまま終われば見事ですけどね。ここで笛です。2対1。長崎逆転で試合に決着をつけました。勝利です。さて北澤さん、最終的には逆転勝利ということになりましたがいかがでしたか。どこでね勝負がつくか分からないぐらいでしたからね。なるほど。長崎としては自分たちのサッカーがやっぱりしっかりとできたってことですよね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。長崎が見事逆転勝利。
Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? スペインリーグ。Hello everybody and welcome to today's match. スタジアムで行われます。この時間はセリージャ・トリアナ対ヴィファーレ長崎。こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中を行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。スペインリーグ、セリージャ・トリアナ対ヴィファーレン長崎。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。ヘキールですかね。彼のドリブルはスピードとテクニックがあってなかなか止められないですよね。一瞬のスピードで相手を抜いてコースが空いたら強力なシュートも打てますよね。攻撃において彼の活躍にはぜひ注目したいですよね。はい、やはり監督も彼の活躍に期待していることでしょう。シュート！ペッセーラ、ゲジェリ、ペッセーラ。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか？まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってますよね。スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。ゲジェリ、これはオフサイドです。
前半13分です。大きく前線へ、これをカットします。澤田からのパスは通りませんでした。うわ、取らないですね。エジガルジュニオ抜けた。ペッセーラ、一旦戻します。さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。ボルハイ・グレシアス、さあ左サイドへ、さあイバルボ、さあエジガル・ジュニオ、エジガル・ジュニオ来たー、先制長崎。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。After 21 minutes is number 11. さあ長崎先制ゴールを決めました。1対0、これで主導権を握れますからね、はい、この後のゲームプランも立てやすくなりますし、チームにとっても大きな1点ですよね。そうですね。ギド・ロドリゲス、長崎がこのファーストハーフ中盤で1対0と、草澤さん頑張っていますね。そうですね、まあ、意外といえばあれなんですけどもね、しっかりリードしていますからね。前半はとりあえず無失点で乗り切りたいところですよね。スペースいいボール出たんですけどね。ウィリアム、モレノ、長崎はボールをキープしながら攻めるというのが特徴なんですが、ポイントはどのあたりにあるんでしょうか。ポゼッションを高めると主導権を握れますからね、はい、自分たちがボールを持って相手の守備が崩れるのを待ってチャンスにつなげるのが特徴ですよね。なるほど、そうなるとやはり選手のテクニック、これ当然必要になってきますよね。そうなんですよね。ただボールを出すんじゃなくて、次のプレーがしやすい位置にパスを出すんですよね。なるほど、こういう細かいところの選手同士の呼吸が大事になりますよね。あ、テクニックだけではないチームの連携が大事ということなんですね。モレノ、テキールへ、これは合いません。長崎としてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。スペースへ、さあカウンターを仕掛けます。ギド・ロドリゲス、ゲジリ、バルトラ、モレノ、ウィリアム、カイオ、うまいインターセプトを見せます。エジガル・ジュニオ、裏のスペースを狙う。ベジェリ、モレノ、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。45分間戦って1対0、長崎まずは前半先制してリードを奪えたのが良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。
後半も守りを固めつつチャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。スペインリーグセリージャドリアナ対リファーレン長崎、長崎が1点先制して前半を折り返します。後半キックオフです。長崎としてはスコアを見るとリードはしてますけどもね、まだどうなるかわからないですよね。そうですね、後半の立ち上がりは特に気をつけて主導権を握りたいですよね。ペッセーラ、ここでファールがありました。奥井、海王へ、クリスティアーノ、堅い守備を見せます。モレノ、バルトラ、ウィリアム、モレノ、グアンミ、奥井、ここはカットします。クリスティアーノ、ここはカットします。柔らかいボール、いやー少しいい形になりかけたんですけどもね。澤田からイバルボ、澤田裏を狙う、いいボールだ。コーナーキック、これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。長崎セカンド拾えるか。いや決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。長崎は2本目のコーナー、頭だ、惜しい。ゲジェリー、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。長崎としては得点と時間帯だけを見れば攻めるのか守るのか難しいところですよね。まあ個人的にはあと3点取りに行くぞっていう気持ちでね、攻めていってほしいですよね。ウィリアム、スルーパス飛び出した、さあイグレシアス流れを止めます。ここはファールを取られます。レフリーの答えはイエローカード。長崎はここでベンチに動きがあります。エジカルジュニオが今日はもうすでに1枚イエローカードもらってますからね。長崎は交代枠をまだ1つ残しています。ちょっと伸びてしまいました。奥井、さあ徳良、徳良から右サイド、さあ来たか、シュート、フィニッシュまで持っていきましたがシュートは枠を外れていきました。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。モレノ、ここも固い守りでボールを奪います。これはファウルではありませんでした。積極的なディフェンス、スルーパスを出す、モレノ、
アーチのようなパス、どうだ、シュートもあります。うわー、中央フリーでした。決定的な1対1のシーンだったんですけどもね、ちょっと焦ってしまいましたかね。江川、秋野から左へ、このボールをインターセプト。厳しくチェックします。長崎、ここでファールをもらいます。うまいインターセプトを見せます。さあボールを追う、これ仕掛けるか。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。モレノ、縦へのボール、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。主審流します。イバルも今日の試合でアシストを記録しています。狙えるか、シュート来た、追加点、長崎、これがダメ押しゴールになるのか。シュート前のワンタッチ、見事なプレーでしたね。そうですね、トラップからシュートまでの流れをイメージできてますよね。ワンタッチでシュートを打ちやすい位置にボールを打てましたよね。素晴らしいゴールでしたね。さあ長崎、さらに1点を追加し2対0としています。いや時間帯がいいですよね、はい、この時間での2点差は精神的にも楽になりますよね。大きな1点ですよね。そうですね。モレノ、スペースを狙う、いいボールですね。堅い守備を見せます。長崎はこれで交代枠をすべて使い切りました。Substitutions taking place. 大竹、大竹、イバルボから大竹、これは積極的なチェック、右サイドへ振ってトップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。さあフェキール、裏を狙っていきます。チャンスになる、シュート来た、後半がアディショナルタイムです。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。いやいい形でしたよね。パスのタイミングが絶妙でしたよね。受ける方も非常にいい飛び出しをしましたし、お互い息ぴったりでしたよね。もう一点いけるか、あと1点ですからね、いってほしいですね、ここまで来たら、はい、イバルボ、スペースを使う、このボールに触ります。ここからタイムエンドのホイッスルまでが長い時間に感じることでしょうね。そうですね。そして今試合終了、2対1、長崎1点差を守りきり勝利しました。イバルボ、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。長崎としては敵地での見事な勝利となりましたよね。
周りの環境に左右されず、いつもプレーをしていくというのは、より多くの価値を拾っていくためにも必要な要素ですよね。はい、そうですね。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。スペインリーグ、長崎が2対1で見事勝利しています。